新山さん、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。今回初めての悠々ライブということですけれども、はいはい、こういったライブ配信というのは新山さんは、はい、実は、ね、もう自分でできる範囲で毎日自粛になってから自分のズレズレ日記というのと一緒にズレズレライブというのを毎週週に1回始めたんですが、今日のように本当にね、皆さんスタッフの方がたくさんいてくださってライブ配信できたんで嬉しいなと思ってます。いや、新山さんのライブの配信もすごい私は楽しみなんですけれどもありがとうございます。むちゃくちゃですよね、本当にね。もう生放送って大変ですよね生放送アラームですよね。そうなんです、そうなんですよ今回のお客様にですね、はい、光るうちをお配りしたんですけれども、そうですよね、たくさんね、はい、皆さんがこう歌う時に振ってくださって、やはりこれまでは声で応援っていうのがありましたけれども、こう光でね応援してくださるっていうのもとっても綺麗で嬉しかったです。わー、すごい、その素敵な歌声とともに光るうちわがすごくマッチしていて。そうなんですよ、はい、曲に合わせてね、こう左右に振ってくださるので、それは嬉しかったですね。今回ですね、ステージのコメントをいただいたファンのお客様がたくさんいらっしゃると思うんですが、ね、いかがでしたか？いや、なんかその時にお客様と一緒にコミュニケーションができるっていうのは、これはもうライブならではなんですよね。だからとてもなんか感激しました、はい、これもやっぱりライブ配信あるあるというか、ライブ配信ならではですよね。ならではですね。まあ、ちょっとコロナの影響でですね、コンサートやっぱり延期や中止になっていることが多いと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、今回ご出演いただいていかがでしたか？はい、感染対策をきちんと取ってくださって、でやはり一歩ずつでも前に向かなくてはいけないという、この本当に業界的には苦しいところにありますけれども、今日がこうして実施できたこと、とても大きな一歩でご一緒できて嬉しいです。ありがとうございます。今回のライブ配信でですね、全国各地の方がご覧いただいたと思うんですけれども、はいはい、やはりこれからもこういったライブ配信っていうのは、はい、ご出演ぜひいただけますでしょうか？ぜひ、離れていても心は一つというのが私の最近のこのキャッチフレーズなんですが、もうね、体は密になってはいけないけれど、心はもうしっかりと密になって、みんなで乗り越えていきたい、で私の歌にあるようにみんなで舞い上がりたいという、いい方向に向いていけるといいなと思います。でもすごく素敵な心が密というのは本当に 心だけは密でいきましょうねって、離れていてももう一つになってという思いですね。いや、素敵なお言葉をいただきましたけれども、ありがとうございます。はい、新山さん、ここで何か宣伝、はい、告知、PR ございますか？はい、インターネット、できる皆様には、私は毎週土曜日に13時30分から FM チャッピー、ラジオ番組を持っております。こちらも心も体も健康にがモチーフです。懐かしい歌、皆さんからリクエストいただいたもので構成しています。そしてその後、終わった後、1時半からですね、ラジオをやりまして、終わった後14時からがイリアマイコズレズレライブという、これ毎週やっております。脳トレとか早口言葉、それからアユーベ体操、なぞなぞがありますので、ぜひご参加ください。いや、すごい面白い内容の配信もされてるんですね。そうですね、もう8割こう看護師の内容を盛り込んだり、やっぱり皆さんに元気 で歌も何も考えずに、もういろんな苦しいこと辛いことも忘れて歌って、とってもいいですから、もういろんなものを駆使して皆さんに元気になっていただきたいと思ってます。はい、本当に素敵な言葉たくさんいただいたんですけれども、もう一度皆様にメッセージをお願いいたします。はい、この配信を見ながら皆様にもぜひですね、元気に、そして笑顔で、何としてもこの大変な状況を乗り越えて、みんなで喜び合いたいと思います。これからも私も皆さんを応援してます。よろしくお願いします。ありがとうございました。新山さん、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆうゆうライブミニコンサート in 高田馬場。
2021年7月22日木曜日、出演者募集スタートです。ステージの種類は3種類、10分間ステージ、20分オリジナルステージ、30分オリジナルステージ、この3種類からお選びください。そして夜の部は新しい音楽番組、加山明夫のゆうゆうミュージックがスタートします。加山明夫が司会を務め、ゲストと一緒にライブ配信、インターネットの生放送で皆様に素敵な音楽番組をリアルタイムでお届けします。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。第4回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年9月9日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は北川大輔と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフは某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。第5回ゆうゆうライブコンサート in 練馬文化センター、2021年11月11日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は山崎定治と歌仲間、夜の部は加山明夫と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフはジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせはゆうゆうモデルまで、お待ちしております。